い、それでは準備の方できましたので、本日の10先ガチンコバトル第2試合ですね。アラブから来てくれた、ムサのゴーキー、そして太平ユリアン、お願いします。解説の方はですね、まあ、2人と、まあ、ムサと仲がいいということで、ピエロと元気にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あもういきなり始まっちゃいました始まっちゃいましたね、これムサ対太平さん、こんなの実現しちゃったんですね。しかも太平さんがやっぱりそれにうまいよいよいよいいよどんなもんってレベルを聞いてきました。はいはいはい、明日ね、マジで、はい、はいじゃねえよ、マジで、はい、一食べたいから、そうそうそう、試合早い、あの早い、だから、強いよって、俺は何年か食べないよって言ったら、一時期太平ルイリアンはピエロ号機でちょっとだけ分からせたんで、剣で分からせたの知ってるんで、剣で分からせて号機でもちょっと分からせたんで、あコマンタックができる、うまい、うまいですよね、若いですからね、はい、ああ見えて21歳完璧ね。え、あれ今のしゃがないって、はい、あれ今あるんです、ありなんですか、分かんない、ありです、ありです、ありです、おぉ、でっけぇ、なんか、さっきからもどうするよ、すごい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 、あぁー、今の歓声が聞こえたでしょうか。さあ、マナオさんとハイタッチ、カス先生とマナオのことを呼んでますが、カス先生とハイタッチ、ハイファイブです、ハイファイブです、ハイファイブ、デーモンが攻めしましたね、デーモンが、あれはもう本当、得意技なんで、いや綺麗になりましたね、綺麗だった。さあムサがこのまま勢いに乗っていけるのかどうか、ま、ここまで上手いと思わなかったね、だってあ向こうで食わなかったね、あんなのやってこなかったよ、ね、やっぱアーケードがやってる、あそうだね、あしかも最近ロマイスでアーケード手に入れたという、そうついにアーケードを手に入れたので、はい、かなり強くなっちゃう、あのなんか髪が走れなくなったらしいですね、あのなんかあれですね、ちょっと前のが切れそうですよね、これなんかあはいこれなんかさっきからずっと匂ってんのいいですか、まあ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 試合大変負けられないでしょ、でも脱落の種類によって反撃変わってきそうで結構難しそうですね、中脱か大脱か見分けることができた方がでもイリアンが大きい対策ですね、それはまあなんか一般的にというか、なんかイメージ的に結構、なんかゴーキー、ユリアンの天敵的なイメージがまああるんですけど、ジャニアル分にはね、はい、まあ、こういうスタンスの考えると、どうなんだろうなって思うんですよ、まあいいんじゃないですかね、まあまあまあ、ムサ頑張れ、さあ松田さんも頑張れ、ムサさあみんながムサ頑張ると、ムサ頑張れ、まあ、それはね、負けちゃいけない相手だった、ムサでもあの通り21歳はやりすぎだと思うこれ、ほんと21歳見えない、やばい、21歳、しかもインテリですよ、しかもね、超頭いいんだよね超頭いいんだよ、子供にいる全員よりやばいなんかモチ君と会話するのが面白かったあれですね、なんか、はい、なんかそろそろこう、大変さんのできること、できないことが出てきましたね、さあ、頼むよ、お前これしかできないんだろ、みたいな収穫でしたね、あ、うまいですね、この反動ですね、でしかもその確認もうまいので、はい、これはあっ、こいつあこれ何回つぶされても下がないこすってますね、ここなんですよ、ここ大変な前風呂がね、厄介なんですよ、あ、松田さんから嘘してくれそうだねその間にやりましょうね、いやでも、普通に内容的にそうですね、全然負けてないので、もう少し慣れれば、ひとこさんがやってくれると思います、そうですね、あの強い強い結構強いじゃん、どこ見てる中でも結構強い方がいいじゃん、あれそうですね、なんか独特なセンスがあるんですね、すごい今中南と原作横断
今のいや地味にすごかったっすね。あこれあ今てっきり分かんのかと思いましたね。空中で削減とかないか、まあ、これタックルヘッドが最強最強キック大変逃げんなバックジャンプ禁止マスターさんとかねバックジャンプ1回キックはちょっとあれですよねはいこれあの一発目でほらあのムサのダイモンを食らってちょっと目が覚めたというか大変さんにもちょっとヤバいなって顔なんだけど大変本気本気の大平さん倒したらもう、あでもこのカスさんとかマスさんが褒めてたんですけど、ムサ、はい、のその、あの空陣の使い方がすごい上手い。はいはいはい、はい、空陣のその確認とかも含めて、あ、これ死にきます。死にましたね。上手いらしいけど、ユリアンがやっぱあんまりいないんですよ、向こうは。あー、そうですね。あんまりいないじゃん。ちょっとだけ。サブキャラと、あの、アブダビじゃなくてドバイの人が。マロワン一生もなあの投げとサイズキックで暴れてますね、このことはいしゃがみ台キックあと今のは終了した時埋めていきましたねたまにやりますねいいっすよあの基本的にはマナオさんリスペクトなんでうわ嫌な当たり方はしましたけどいや立いや立ちますねヤクからもアドバイスありましたよヤクから大変をぶっ壊してた今のはちゃんと確認してたんだよ本当は、まあ、これどうなんですかねルーンってあそういうことまだ、あ、もう美味しいんじゃないですか暗い方としてはあ、入らない入らないでしょ入らないでしょ若い振りあ、入ってる入ってる入ってるもう、あ、すごいしゃがないはどう見ても入りませんね入りませんその点はクイブロでね忍ぼらんじゃないですよ、大変だだって今、いや、今距離的にだってあ、大変今ちょっと上手いと思ってますよ、まあ、今見せたし、いい感じあ、でもあれですね無事というか2対2いい勝負ですね相手は何回だってね大戦で綱村くらいまで行ったこともある人なんで、ね、まあそれなりそうですね中級者なんではいそれなりとはいえね、まあ、僕らは正直ムサ強いと思ってるんでやっぱこういうこの、はい、海外のプレイヤーがどれくらいやるのか本当に海外のプレイヤーそのライアンとかマルコとかも違って本当に海外のプレイヤーなので、はい日本でやったことがないっていうかさっきから何回潰されてもやってるんですけど一回勝ったら勝ちだと思うなやっぱやらかさディスクリーターの話ですなだからそれだけ食らわないその何ていうの空人とか確認最強の確認できましたよはいで中段ブローライターが死んじゃうから下段を埋めるみたいな読み合いになるはい、ガーフリーグリープ、ムサは立ちますが、大変さは立たないのでこれはかなりキャラさというかこの前風呂ですね前風呂野郎が内容かなり押されてるんだからワンチャンだけで持ってます認めらんないムサ頑張れ、まあ、ユリアンはそういうキャラっちゃそういうキャラなんでそういうキャラなんだ豪気もそういうキャラって言ってるから何か上手いじゃん上手いじゃんでもまあ別に上手い上手くないじゃなくて好き嫌いなんかその好き嫌い好き嫌いではないどっちの方が好きってなるどっちが嫌いとかではないどっちが嫌いああいうなんか今あの即死あれ当たれば終わりだったんですねこの前の引っかかっちゃうんですよね豪気はその実はそのちょんまげのせいで投げに EX セットがきれいあのなんかかなりきれいに当たるんですよ、はいはいはい、あー、かっかい入ってる感じで EX セットがマジでヤバいんですよねあっと上手い振り飛ばしてるそれは上手いよあ、しかし最小限で
ぎましたね。前側はかなりあれですね、男らしいですね。そもそも下埋めてほしいですね。まだ心がありますね。大きならさあ、得意のサーキックか、通称 RX キックですね。 RX キックですね。あれ別になんかそんな強くないと思うんですけど、そのあれまだ強くないですね。リターンもないし、まあ、最後あの場面だけ強いっていうか、まあ、最後にたまに使うみたいじゃないですか。そうですね。頑張ってほしいですね、ちとめさん。怖いっすよ。なんすか、立ち証券しゃがみ台パンとかいうのは。いはい、ちょっといとこだけが出てないですね、今の。これ一発で終わっちゃうんですよね。フォロー効かないんで、その瞬動がないと。やっぱちょっと狙われてるかなっていうイメージはあります。一回で終わりなんで。終わりですね。で、EX セット、あ、まあ、そのちゃんと埋めれば EX セットには勝つんですけど、前のにはどうしないの。そうなんですよね。だから結構危ない選択肢のうちの一つなんですね。あの、終わり一回で死んじゃうから。まあ、今の音がちゃんと前のって。あっと、いやー、まだありますよ、1本あるし。あのね、さっきからこの逃げ、逃げジャンプ攻撃が大K なり大パンなり。さあ、あ、ムサ、ムサ、まあ、一瞬チェンジし、さあ、5対2で、ちょっと強くなってないですか。そのなんか見ないちょっと強くなってない。このまま見るのは増せる気がするんですけど。まあ、あの、そろそろボールが出てくるんじゃないかと信じてますか。まあ、ムサもこれからだと思いますね。今のは投げかきです。そう、はい、パス蹴りますね。かなり今ですか、中盤、小盤、中盤。まあ、特技ですけどね。大変さん、好きなんですか。あらはらむぜ、ドバイで。ゆえいいぜって感じです。あっと、先ほどからずっと前戻していた中盤を食らいましたね。ちょっと、その違う、その下に落としてて。大変が食べてるんだって。しかし、たたれますよね。あれ、はい、一発でたたれない、たたれるってやっぱきついんですよ。そう。あっと、グラバーに食らって、こっから、あっ、はい、あっと、たまりませんね。たまりました、たまりました。はい、繰り返して、3本目。さあ、流れが変わった。まあ、このゲームは大体流れなんで、ね、流れがあるんで、バージョンと違ってね。そうですね、巡り合わせとかとは違って、流れさあ、サルバインさんからの、あの、ありがたい言葉をいただき、出ちゃいました。はい、たい平さんはそこにとどまろうとするが、ムサは、常に変化しようとする。そう、はい、ありがたい、ありがたい。今助けましたね。はい、最大確認うまいですよ。そうなんですよね、空中ヒットの時は出さないんですよね。あー、ちょっと前の下入り、これは気持ちいいですね。それ確認、あ、下入りもバナオ、これ今の知ってます、あれバナオさんの技。はい、バナオさんを使ってる。今の下入りはバナオさんのやつ。これはどうなんだ。あ、なんか、はい、ワイプされてますね。あ、はい、言われてる。
前プロされて、あのムカついて前プロしたところを、はい、下段で叶われる。うまい、マジっぽいな。はい、下げるか、受けば最近ではが、いいよいいよ、うまいですね。はい、まあまあ、まあまあ、僕はペオさんもまあ、ぶっちゃけユリアンよくわかんない。ユリアンもゴールです。はい、マジか、マジか、今やばくね、かなりやばくね、やばくね、マジで今の今ワンナー初めて見たんだけど、やべえ、やべえ、マジで。ピーエンの時に立ってそのまま中継まだ来ましたね。いや、ありませんこれ。ピーエンの時まだ来ました。この流れで何本取れるかですね。皆さんも練習が見たいですね。はい、巻きはでも何狙いなんですか。あ、大変な、皆さんの得意に対して空中で迎撃するパターンも多いんで、あ、そのそれに引っかかればジャンプ攻撃にそのまま引っ掛けるみたいな。あ、はい、さあ一生ヘッドが上がるので、なんかあの書くことに、はい、今のですね、今のピエロさんが言った相手 そのバックジャンプなんちゃらとかジャンプ攻撃に触るでプロられると、笑ったら難しいですからね。いや違う、今のあこのターンその後それを狙って上ピアを打ったんですけど、手打ってないよみたいな、はいはいはい、ちゃんと読み合っていけよみたいな。これはいい流れだったんですよ。怖い怖い、めっちゃ走り出したね。今のうまいですよ、最後の最後で。最後の最後、あれ、これが。上はいかなのって言い方で。まだ6対4なんで。はい。なんか、思ったより率が、まあ、本当に微妙なんで、しかも、強いと思ってるんで。はい。なんか、本当にいい勝負してくれてますね。スワモノの大変さは相手にかなりいい勝負してますよね。しかも、大変さは全然得意なんで。はい。かなり経験がある。これですね。やっぱ松さんとか二郎さんとかの対戦経験がかなり多いので、はい、この日本のユリアに対して、あとこれ完璧に読まれてますね。さあ流れ、はい、苦しいです。さっきから皆さんも決め目の投げが通ってますけどね。そうですね。やっぱ前ブロー多めなんで。これ以上投げ増やしても。怖いですからね。そうなんですね。そっち家で戻っても終わりです。そう。ああ、今はうまいですね。ほぼ刺さない。そうですね。しかし、ガードを使ってもね、いいですか。はい、これですね。あ、きっと今のは。はい、でもこの完璧。あ、はい、これだ。激しいってから。いやー、うまいですね。あ、これだ。マリヘのレイガンが負けました。大平さんのレイガンが僕がレイガンに勝ちました。うわずい。さあ6対5に今のはまず、なんかあっと嬉しそうガーリスレイガンメッツーマでしたよ。メッツーマでしたよ。ヤックがしゃべったパスマッカ選手になってますね。そうですね。あなんか、ムサにこう動き躍動感が出てきましたね。怖いわ。もう若干ガードさせて感の余計になってますよ、これ。そうですね。はい。あ、でも、なんか先ほどから、うわ、これですね。これですね。今、アンパだと拾ったの。あ、いや、待ってよ。なるほど。さあ、まだ早くなってきましたね。あ、そうなんですよ。そう。怖い、さっき。おっと、おっと、ここはもう、アンパロしか。さあ、見せる、見せるが、跳ね返される。あー、惜しい、惜しい、惜しい。今のはおっと、うまいですね。この大変さんの逃げの選択肢を変えられてカーブですね。そうですね、ここはまだ、わかりますね。まあ、1回当たれ、何か当たれば勝ちます。まあ、長いゲージマックスですね。はい、ああ、ねえ、長く切ったんですよ。でも、勝ってないユリアン。ユ
ルミアンの R のとこまで来て、あ、勝ちくらいしちゃいましたね、今。どうけど苦しい、頑張って、あ、でも7本、7対5いたってよな。日本を代表して大変さん頑張ってほしいところですね。7対5です7対5で大変さんがリード。これ負ければ一心に関わりますから。あ、もちろんブスは応援ですけど、私はブスは応援ですけど、応援ですが負けられない、はい、大変さんとしては負けられない、僕らとしては負けてほしい。はい、あー、あれヘッドに向かってたのね。さあ、逃げ取り方だっけ。あーっと、これはノックがいいか、もう一度あができないところやる。当たってやがった。あと、あー、よく抜けましたね、今。あれ、うわっ、まさかの延滞感。手が足りないか、大変動きを読んで、あー、動きたいところで大変動き、いやー、今ワンコロがいいのかっていうね、今のは、はいはいはい、今のはうまいですね、完全に読まれましたね、コードも。あっと、EX、あの、上スピアですね、今ダッシュ上スピアが EX スピア、大変反撃を爆発してましたね、ウェイジスが EX スピア。で、今同じことをやろうとしたんですが、はい、ちょっと自信がなくなってしまうか。あーっと後ろ下がりましたね。いい試合でも、なんか1回、お互い、あの、お互いに1回で試合が終わるんで、あの、大体カップルみたいなんですけど、はい、たまに負ける、はい、四角形かな、そうですね、今浅すぎましたね、飛びが。さあ、8対5大平さんがここで自力を見せていきますね。なんだかんだやっぱ上手いんで、上手くなってますね、大平さん。一個だけ注意していい？靴下短くない、あいつ。足見えすぎですね。そうですね、くるぶし見えてますね。しかも何が、そのなんかそのパンツも短いんで、まくってますよ。あ、なるほど、まくってるんですね。まあ、あれで、ね、あのだけだった、普通にあのだけだったら完全に立ったら変なんですよ。さあ、そう、石田純一みたいになってますね、っていうか見せてあげたいですね、皆さんに。あれ、動じませんね。そうですね、動じない。なんか、みんなが、ムッパを応援して。そうですね、さすが。作戦メンバーですね。これなんですよね。これが、あの、安全な。これ、ね、狙われてますね。はい、うますぎる。からでも、この1回で、危ないが。あー、いいですね、止めましたね。はい。何度グローられても敵でも、今の前中間の距離だったらグローられてもしゃがらないです、ね、ローリスクですね。大変さん、うまいですね、ブロッキング。うまいっすね、そして暴れる。あ、うまい、手が痛い、手が痛い、しっかりしますね。そして立ち上がちょっと腰を浮かす、ポケット前から中ですね。ピヨン、かなり上見てるんで、9-1、あ、ワンモア、9-1、あ、な、sorry、9-5。さあ、頑張ってほしい、ムッパ。
残された道はあと5連勝のみ。あれの勝利コメント聞きたくない。だから太陽さんの喋り時間があるかどうか分かんない。なるほど。あ、押してるんだね。次僕とカエルさんの試合がある負けた人から話すんで、まあ、もしムサが負けた場合はムサに話してもらう。大丈夫、大丈夫。スカヘアさんが負けたら話させてあげましょう。大変だし、あーでもなんか多いって言ってるけどしゃがみだと押してますよね。そうだね。あー、綺麗に投げが。そして後ろでハルさんもヘルさんも拍手。ですね。スタックダイキック、隙が本当に少ないんでね。最強さん、あー、うまいっすね。いや、本当に安定してましたね。なんか、あでも今、すっごい叩いてますね。あんだけさばいてやられるんだから、やっぱユリアン強いなって思います。すごいっすね。いや、ユリアンも相当しのいでますよ。そう、あんだけしのいでやられる。あー、さすがに一回ニュートラにしちゃったんですかね。そうですね、まあちょっと出番が悪くなっちゃったんですかね。さあ粘れるのかムーサこれ繋がって、あっと助かりましたね今のはさあ波動が当たってあーっとお願いしましょう。一言ずつ